お疲れ様です。長倉です。今日はですね、キャリアの作り方、まあ理想的なキャリアの作り方みたいな話をしていきたいなというふうに思います。まずね、理想的なキャリアって何なのかっていうふうに考える必要があるんですけども、それがあるかないかっていうのももちろんあるんですけども、でもおそらくですね、これを見てる方でも、まあこういう生活がしたいなみたいなのがあると思うんですよ。例えば海外で住みたいなとか、週3日だけ働きたいなとかっていういろんなね、スタイルがあると思うんですね。だからそういったものから逆算して考えるのもいいかなというふうに思いますが、例えば、まあ俺の場合はですね、まあ全然仕事で休みたいとも思わないので、死ぬまで仕事していたいなというふうに思います。と言いつつも、じゃあどういう仕事をしていきたいかというと、例えば、まあ本をね、たくさん出していきたい、ベストセラーを出したいな、なんていうふうに思ってたりとかもします。じゃあそのために何をすればいいのかっていうのを考えていったりとかもするわけですけれども、そんな中でですね、じゃあどうやって自分のね、理想とするキャリアを築いていくのかということで、なんか妄想プロフィールみたいなものが結構重要だなというふうに思うわけですよ。これ妄想プロフィールって何かっていう、例えば10年後のプロフィール、ね、自分の10年後のプロフィールをイメージしてみてください。まあ例えばね、まあ俺だったら58歳になってるわけですよ。58歳になってて、例えば、主な著書に、ベストセラーのなんとかがあるとかね、例えばそういうふうに、プロフィールを、妄想している。行くっていうことね。それで妄想していくことによって、じゃあそのプロフィール、じゃあ理想とするプロフィールを最終的に作ってしまう。じゃあその理想とするプロフィールを作る。理想とするプロフィールを作って現状はあると。じゃあその理想のプロフィールにするためには、じゃあ現状何が足りないのかっていうのを書き出してみる。そしてその書き出したものから、一個一個潰していく。そうしたらですね、まあいつの間にか理想とするプロフィールになる可能性ってすごく高いじゃないですか。だから、なんか、まあ妄想プロフィールの勧めじゃないけど、自分のね、プロフィールを書いてみる。理想とするプロフィールを書いてみるっていうのをやるのがいいんじゃないかなと思います。で、プロフィールをね、書くときに、どういうふうに考えるかっていうことなんですけど、まあいろいろあります。だから、商売用のね、プロフィールの書き方みたいなのは結構、まあ俺なんかも講座なんかやってて、大好評だったりとかするわけですけども、まあ例えば本ですよね。まあ本の中にこう、プロフィールあるじゃないですか。例えば、これはね、星校長の本ですけども、ね、プロフィールがあったりとか、まあこの、朝日新聞出版からね、今回出させてもらった全米トップ高校を教える全国法廷官の育て方のプロフィールなんかも、まあこのプロフィールはね、結構短いんですね。これすごい短い。すごい短いです。これはだからそのフォーマットがあるんですよ。出版社によって。だから、まあいろいろあるんですけども、まあ本当にプロフィール考えた時に、まあ自分がね、本を、身近にある本のプロフィールを見て、自分だったらこういうプロフィールだったら理想的だな、みたいなのを作って、でまあそれで、現状足りない部分、をどん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 埋めていけば理想的なプロフィールになる。そしたら結果的に理想的な人生になるっていうね、逆算した考え方で人生を攻略するっていう方法も結構ありだなっていうふうに思うんですよね。うん、だからぜひね、皆さんまず妄想プロフィールを作ることをお勧めしたいなというふうに思います。ということで、また次回お会いしましょう。